迷彩服1型は陸上自衛隊で使用されていた迷彩服である。現在では迷彩服3型の採用でほとんど姿を消している。迷彩服1型を着用した陸上自衛隊の二刀陸士日米共同演習アメリカ軍のベトナム戦争での戦訓を取り入れ1970年代初期に正式化された日本初の迷彩服65式産洋服に 明細記事を使用したため、デザイン、仕様は作業服と同じで、上着にファスナーがついている。材質はビニロンと綿の梱包が使用されており、上着は作業服同様、中に入れるタイプのため、補服時には泥がズボンの中に入ることもあった。当初は普通科共同連隊及び北海道の部隊に導入され、後に全国の部隊に配備された。 明細服2型の採用により、救命細伏と呼ばれる場合もある。当時は、明細産業服とも呼ばれたが、戦闘服という故障ではないのは、自衛隊は軍隊ではないという社会的配慮によるとされる。当初、色合いは、北海道の主要植生である熊笹と赤土土壌で効果を発揮するように、非常に、 薄い青緑と原色に近い茶と緑を使用したリーフパターンに似たデザインがなされていたが使用時の酷使により色合いがだんだん薄くなり明るい色合いになってしまっていた試作品にはタイガーストライプのものも存在したというまた支えヤブの中ではかなり発見しにくい反面その他の環境では非常に目立ってしまうという欠点があったしかし冷戦したソ連は 北海道へ上陸を試みるとの見方が強かったため、ソ連が崩壊する1990年代まで使用された。明細服1型や装具類は、ナト o 諸国の平均から遅れるものではなかったが、1980年代に入るとアメリカ軍と比較して旧式化が目立つようになる。だが、冷戦終結後に各国の装備が放出され、その品質が判明し始めると、 自衛隊の装備の品質は比較的高かったことが判明している。1980年代後半頃から装備改変が進み、64式 7.62mm 小銃の後継である89式 5.56mm 小銃の採用と合わせて装具の更新も進められる。明細服1型も全体的にコントラストが薄くなり、黒色が焦げ茶に 地色が水色っぽくなった。その他、88式鉄棒や91式団体への装着を前提とした装具が採用されるも、明細服2型とその明細パターンの採用までの過渡期には、この1型の明細パターンを使用したものが使用されることになる。現在では北海道のみならず、日本国内全土での使用を前提とした明細服2型が採用され、 元となった作業服を除いて姿を消している。また、作業服の方も、明細服2型と同型の明細2型作業服が支給されており、予備自衛官などの招集訓練時などに使われる以外は完全に姿を消した。日本唯一の空挺部隊、第一空挺団専用の戦闘服など、いくつかのバリエーションが存在する。また、 この迷彩パターンを使用した66式鉄棒及び88式鉄棒用のカバーなども存在する。また、光線訓練装置の旧型はこの迷彩パターンである。オウム事件の時、上杭式村の教団施設を捜索する警察官たちが陸上自衛隊から対応を受けた迷彩服1型と同じ色彩の特殊武器防護衣を着用していたため海外のマスコミが ジャパンアーミーが出動したと報じた。部隊配備開始後、透明彩服の存在が広く知られるようになると、フィクションに登場する陸上自衛隊隊員も、明彩服を着用した姿で描写されるようになったが、公式のものは民間向きには販売されておらず、また、放出品もほとんど存在しなかったため、映像作品では自衛隊全面協力の作品で、 あっても俳優が実物を着用している例は少ない。レプリカ品は存在するが大量に制作されたものではないため、対外の作品ではアメリカ軍の使用したリーフパターン迷彩の熱帯用戦闘服が代用として用いられている。漫画などにおいても全体のデザイン、迷彩の柄、色などはアメリカ軍のリーフパターン迷彩服を参考に描かれていることが多く、 実物とは異なっている例が多く見られる。ABCDE 月刊アームズマガジン2006年12月号 P36 月刊アームズマガジン2006年12月号 P35 地下鉄サリン事件後のオウム真理教の施設への強制捜査の際はサリンなどの使用を考慮し警察がガスマスクとともにこの戦闘服と同じ迷彩パターン上の 戦闘防護衛を使用している航空自衛隊では色違いバージョンのものを採用している。こちらは青みを抑え黄色みを足した配色となっている。ただし上着をズボンの中に入れないデザインとなっているため厳密には色違いパターンと材質、ズボン程度しか共通点はない。2008年夏からは米軍の BDU 赤とを参考にし、 自衛隊初のデジタルパターンを採用した、グレー基調の新型名彩服の支給が始まっている、ハット ABC、月刊アームズマガジン2006年12月号、P37 主に88式鉄棒の多いや89式小銃用の玉入れなど、逆に、名彩服2型採用後であっても64式、小銃や66式鉄棒といった、急装備を使用する部隊向けに、 新潟の明細パターンを採用した装具の調達も行われた。ありがとうございます。